ワープ、ワープ、ワープは、空想科学小説及び映画など、サイエンスフィクションを題材にしたドラマ等で使用される、超高速、FTL、ファスターザンライト広報の俗称。なお、超高速、FTL、ファスターザンライト広報という語句も、全く同程度に俗称である。日本では1974年のテレビアニメ、 宇宙戦艦ヤマトのヒットで広く知られるようになったが、アメリカでは1966年開始のテレビドラマ、スタートレックシリーズのウォープドライブで知られるようになった用語である。日本においては超高速広報や瞬間移動、テレポーテーションのことを、総じてワープと呼ぶようになり、多くの超高速広報や瞬間移動などの、調理器学的で特殊な移動手段を指す。 そのため、ワープという言葉の指す FTL 工法は、形態、原理ともに SF 作品によって大きく異なっている。英語の発音としては、戦争のウオーと同じで、カタカナではウォープとするのが近いが、日本の初期の SF でワープと書かれた上、宇宙戦艦ヤマトで一般にも広くワープで定着した。この節の記述は超高速工法とも重なる。 力学や相対論において、実数や要素が実数であるベクトルで表される。質量や速度を負にしたり、複素数にしたりすることによって、数式上は既存の物理理論と整合性を保ったまま、高速を超えることが可能であることが、理論的には示される。もっとも、負の質量や複素数の速度を持った物質、エキゾチック物質と総称される。具体的には、 タキオンなどのことの存在を検証する方法は分かっていない。また単純に高速を超えることを考えると因果率に反したことが起こるように見える。アルクビエレドライブは負の質量によるアインシュタイン方程式の解の例である。以下の記述はいずれも学術的なものではない。また多くの作品における本来の設定からの解釈が含まれている宇宙戦艦ヤマトで見られる。 タイプのワープで、極めて単純に言えば、宇宙空間内のある点 A から B へ移動する際に、宇宙の外へ飛び出して、近道をするのがワープである。この原理はしばしば、紙自体を折り曲げて、紙の上に書かれた2点を近づけるという例えで、説明される。つまり、紙という平面、二次元での距離は変わらなくても、空間、3次元内では接近している。ここで、紙、 宇宙から飛び出せばずっと短い距離で到達できるというわけである。宇宙戦艦ヤマトの場合、宇宙空間が初めから四次元的に曲がっていることを利用して近道しているが、作品によっては紙を折り曲げるように宇宙空間そのものを歪曲。これがワープの語源出るさせて、現在地と目的地を四次元的に近づけることになっているものもある。空間を折り曲げたり突き抜けたりする。 理論的根拠としては、アインシュタインの唱えた一般相対性理論や量子、力学トンネル効果などが作品中で研究されている。このワープは出口となる場所にデブリがあった場合、間に致命的なダメージを与えてしまうため一回のジャンプに対種厳密な測定と計算が必要になるものの、速度的には極めて速く、 このワープを繰り返すことでアマトは14万8000光年、カナタの惑星、イスカンダルまで半年程度で到達している。なお、この種のアイデアには、空間の歪みを利用しない瞬間移動型のものを、ディープ広報、ジャンプ広報、いずれも超約広報の意、高次元空間、ハイパースペースからショート化とするものを、ハイパー広報と区別することもある。ジャンプ広報は、 ロバート・エーハインラインの1953年におけるホルスト・トランジションが初出であり、4時元空間を通り3時元空間でショートカットするハイパー広報は、ジョン・ダブルー・ギャンベルのアイランズ・オブ・スペース1931年で最初にアイデアが小説化された。ドラえもんにおいては、劇場版、のび太の宇宙開拓誌にて、 高野高野生のロップルの宇宙船がこのタイプのワープで移動中に事故に遭い宇宙船内のドアと伸びたの部屋が繋がるといストーリーであった。スタートレックシリーズのワープドライブは高速の数百倍の速度で宇宙空間を順当に移動するタイプのワープである。ワープドライブは2063年にアメリカのモンタナ州でゼフレム国例博士により発明された。 相対性理論によると、この宇宙空間において、あらゆる物体は高速を超えるスピードを出すことができない。もし加速を続けた場合、その物体の質量は、速度が高速に近づくほど無限大に向かって増え続け、さらに時間の遅れといった奇妙な現象が発生してしまう。光の速度は観測者がどんな速度で移動していようが、常に一定であるため。そこで、スタートレック劇中では、 ア空間という架空の場、電磁場のようなものを設定している。ア空間の内部では、物質の質量は逆に小さくなり、相対性理論が通用しなくなるというものである。ア空間は、宇宙空間と表裏一体の関係であり、通常はア空間が表に出ることはなく認知することができないものの、何らかの原因で、ア空間の場、ア空間フィールドが、自然も発生し存在する場合もある。 さらに、悪空間フィールドは悪空間コイル、ワープコイルという装置にプラズマを注入することで人工的に発生させることができる。加えて、悪空間フィールドを1国クレのパワーで非対称な方向に展開すると内部の船はワープ1、高速と等倍速度の速度で推進する。この推進型に展開した悪空間フィールドバブルをワープフィールドと呼ぶ。 宇宙間のワープナセル内部にワープコイルが並べられた宇宙間の翼から発生したワープフィールドは間を包み込みその非対称な形の空間の泡は進行方向に制御可能な微小人工ビッグクランチ船体前方空間の収縮一方後方でも制御可能な微小人工ビッグバン、船体後方空間の膨張を発生させることで 川も広報に投石されたボトシップのごとく推進力を得て高速を突破する。したがってスタートレックの宇宙間は高速の数百倍の速度で宇宙空間を純粋に航海する。なおこの時ワープフィールドが宇宙空間を歪ませワープ歪むながら推進するためワープドライブという名がついた。また同作ではワープ速度の単位としてワープファクター ワープ係数という単語が使われる。ワープ係数は、宇宙間は張り出すワープフィールドの枚数によって、その速度が10、3乗ずつ加速していくことから、用いられる。ただしワープフィールドは同時に9枚までしか張ることが、できず、ワープ10は、あらゆる場所に同時に存在する、無限大の速度として、不能領域となっている。なおワープフィールドを多重に張れば張るほど、 管のスピードは上がるが、同時にワープコア、ワープエンジンの負担も指数関数的に増加していく。また、係数の小数点以下の数字が大きくなればなるほど、同様にエンジン負担は大きくなるため、ワープ1.9での航行よりワープ2での航行の方が、パワー消費は少ない。よく用いられる巡航ワープ速度は、 スタートレック劇中に最もよく登場する24世紀後期の惑星連邦艦で通常時にワープ5から6程度、緊急時にワープ9といった運用がされる。最高速度に関しては、ジャンリュック・ピカード艦長の USS エンタープライズ NCC-1701D はワープ9.6の速度を12時間、惑星連邦最速の部類に入る。 キャスリン・ジェインウェイ艦長の USS ・ボイジャー NCC-74,656 はワープ9.975の速度を12時間維持できる。なおこれらのワープファクターは24世紀が舞台となっているスタートレックシリーズ新スタートレックに適用されるものである。22世紀と23世紀とを舞台にしているシリーズ宇宙大作戦の ワープファクターは24世紀式と異なり、ワープスピードは係数の3乗ずつ増加していくというシンプルなものとなっている。これは旧ワープファクターと呼ばれており、この場合、ワープ10を超える係数が登場する。カーク船長の USS エンタープライズ NCC-1701 ワトス69は無人惑星の謎でエンジンのオーバーロードによる過加速で 最終的にワープ14.1の速度に達したが、これは24世紀式だと、およそワープ9.7となり、アセスボイジャー NCC-74656 の最高速度ワープ9.975は、9ファクターではおよそワープ18ということになる。また、スタートレックのワープは、足が遅いことでも知られ、標準的な巡航速度のワープ6では速度を、 維持し続けたとしても1年間で392光年しか進むことはできない。50光年の距離の移動に要する時間はフルインパルス、通常エンジン水力全開で200年、ワープ6で47日、ワープ9でも12日の旅となる。これは直径10枚光年の天の川銀河を旅するどころか、8000光年、四方の統治範囲を持つ惑星連邦内の移動にも 不十分な速度である。そのため劇中ではワープをはるかに量駕する速度を実現する夢の技術、トランスワープドライブの研究や実験がされる場面をよく目にするが、惑星連邦では未だ実現していない。スタートレック第4のテレビシリーズではこの足の遅い設定を逆手に取り、USS ボイジャー NCC-74656 が、 超常的なパワーで突如、地球から7万5千光年の彼方の銀河の反対側へ飛ばされ、地球まで70年以上かかる道のりを旅するという、ロードムービーストーリーとなっている。なお、スタートレックのワープは超空間トンネルを通過したり、空間をねじ曲げたりするような性質のものではないため、ワープ中の演出は非常にシンプルである。宇宙大作戦では、 通常速度でもワープ中でも宇宙間の背景の宇宙空間に変化はない。1987年開始のテレビシリーズ、新スタートレックから2001年開始のでは、宇宙間の周囲の宇宙人や正張り場に変形して、後方へ流れていく表現となっている。リブート版初代エンタープライズが登場する劇場版第11から12作では超空間トンネルを、 通っているような演出となっているが、続く、第13作と2017年開始のテレビシリーズにおいては、船体周囲の宇宙空間を歪ませながら、高速移動する表現となっている。一旦、時空の異なる、別の平行宇宙へ移動し、また元の宇宙空間へ戻るというものである。スタートレック・ディスカバリーにおいて、USS ディスカバリー NCC-1031 は、 活性マイセリウム放射点移ドライブという実験的なトランスワープ技術を搭載する。これは天の川銀河全域に根を張る宇宙植物マイセリウムの放射ネットワークを伝って目的地へジャンプする技術でディスカバリーは数キロメートルの至近域から数万光年の彼方まで距離を選ばず一瞬で渡るができる。しかしながら手術の問題点があり。 全艦隊に搭載可能な技術とは言い難い。宇宙空間に存在する空間の虫食い穴、量子特異点を利用することで、はるかに離れた場所に一瞬で移動する超高速、移動である。単純に言えば、ブラックホールからホワイトホールへと空間跳躍する方法で、ブラックホールに突入し、ホワイトホールから出るといったものである。ただし、 SF 作品においては安定性など何らかの問題があるように描かれることが多い。スタートレックシリーズにおいては、スタートレックディープスペース9に米城ワームホールが登場する。主人公のベンジャミンシスコ中佐式の宇宙ステーションディープスペース 9DSQ の極近くに発見された、このワームホールは宇宙間を惑星連邦領域のアルファ宇宙域から、 数万年離れたガンマ宇宙域まで一瞬で移動させる力を持ち、しかも極めて安定している特別なワームホールであった。ワームホール近くに母性を構える米常人は古代からこのワームホールをなる神殿とし、その中に住む超生命体の預言者を信仰して独自の宗教文化を確立している。ただしこのワームホールはその有用性から ガンマ宇宙域の危険な種族ドミニオンの進行やアルフ、宇宙域の高戦的種族カーデシア人らとの長い、紛争を招くことになる。スタートレック、ボイジャーにおいては、地球から7万5千光年彼方の、デルタ宇宙域深部に漂流してしまった、USS ボイジャー NCC-7 万4656が、帰還を早めるために常にワームホールを探し続いた。ボイ7は、 ワームホールの崩壊では、地球の属する惑星連邦の隣国のロミューラン、帝国に通じる直径30センチメートルの微小サイズのワームホールを発見し、転送機での帰還を試みたが、そのワームホールの先は20年前の世界であることが発覚し、利用はできなかった。95は暗黒の汚染空間では2000光年にわたって、星が一つもない暗黒領域内にて、 その領域を一気に飛び越える渦を発見し、その利用に成功した。130は、はるか彼方からの声では、地球の宇宙艦隊技術部のレジナルド・バークレイ隊員が、定期的に巡回してくるパルサーにタキオンビームを照射することで、マイクロワームホールを一時的に作り出し、それを利用して3万5000光年離れた位置にいる、ボイジャーへの定期的な通信手段を隠した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。